ニュースマグビです。深夜ドラマブラックスキャンダルで芸歴24年にして初の連ドラ主演を務める山口さやかさん、仕組まれた不倫スキャンダルで芸能界から追放された元女優役を演じています。山口さんは役作りについて、今回はあえて私自身で臨むことに決めました。24年の経験で感じたままを表現する方が生々しく伝わると思ったからとコメント。また初主演を務めることには、38歳の今だからこその古漬けの味を出したいですと意気込みを語りました。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。